半間家の本家の本物貴族の半間岩先生です。今回はね、ややね、人間のややとか、人間のね、大きなためになるということでね、知識を特に日本ですね、私が住んでるんで、私がね、大変高い話をね、日本人にただね教えるということでね、最も重要な話で、私が住んでる以上ね、日本に住んでる以上、つながりがあるんでしょうがないんで、ただで情報を教えてですね、日本のに住んでるということでね、ただで日本人に教えないといけないということですね、をちょっと大事なことを言わせてもらいます。まずね、日本の軍事に対しての軍事費用、これは大きくかかりすぎてます。いや、かかることはいいんですね。その入手方法、税金とかね、入手方法が間違ってますというですね。で、もうすぐね、アメリカの返済のね、利息だけでね、半分になっちゃうんですよ。予算のね、防衛庁の予算全額の半分の支払いを、いつもアメリカに利息だけですよ、借りた。ね。だけで半分になっちゃうんですよ。だからもうおしまいなんですね。今4割なんですね。で、現状今おしまいなんですね。借金はね、利息はせいぜい多くて、1割ですね。1割以上はもう破産同然なんですね。1割ということは原則なんですよ。で、今もう4割なってて、もう5割になるんです、借金。返済だけですよ。まあ、半分とアメリカに取られてるんですよ。これはね、日本が自分で開発するのを頑張ってるけども、全部自分日本でやんないと、技術ね、これが重大なこと話なんですね。それでね、外国はどうしてるかというとね、民間に技術なんかも開発させてるわけですね、軍にね。で、その時にね、税金タダにするんですよね。それで民間に運営してもらったから予算ゼロなんですね。そういうふうにしてるんですね、主にね、やり方全部じゃないですけど、民間で機械関係とか工場とかね、精密機器の開発のところで軍事のね、まあジェットエンジンなんかの開発とか一緒にやってもらうわけですよね。で、その時にそこのね、会社、各自会社の税金の取り立てをなくすわけですね。その額で開発してもらって作ってもらう、生産をね、国はね、強いんですよ、国は。だからそうやると予算なんか一銭もかかんないんですね、軍事費用の開発費って。外国はそうやってるのが多いんですね、全部じゃないですけどね。ね、ただで民間にやらすわけです、ね、税金の取り立てをしないということです。ただ規模を多くすると、その会社自身もね、施設が多くなって儲けやすくなるわけですよ。他にも民間のね、兵器じゃなくて軍事力以外の生産するわけですから、その時にね、最新の開発のね、機械ね、精密機器 NC とかですね、大きなね、機械が置けるようになるわけですよ、ね、国と協力して仕事してると、その分仕事が多くなるんでね。これで民間だから税金の取り立てをなくして、その分に日本の軍事力のね、生産開発ね、ただなるんですね。そうやってどこもやらすんですね、仕事と。支払いもしなくていいですから、取り立ての税金ね、規模大きな生産力ね、で世界にもその工場、軍事じゃない、一般のね、生産もしますから、ほとんど一般の生産ですから、
と世界にも売るもの生産量のカバーが多くなるわけです、ね、と国と、ね、一般会社がうまく、ね、立っていけるわけですね。これをちゃんと日本やることですね。で、相手のもの買わないと、ね、F×× とかね、最新のね、ジェット機とかね、軍事用のね、それは強いから自分たちで日本でそういうのしょっちゅう作らせてないといけない、ね、でお金をかけないで作らせる、ね、税金のもらった税金で払うんじゃなくて税金をその時に取り立てしなくて済むわけですよね、相手はね、それで全部やる。だから税金なんか全くゼロで運営できるんですよ。どこもやらせればいいんです、あちこち、ね、会社国と協力して働くとその分施設も多くなるしね、ね、莫大な税金かかるわけです。機械の固定資産なんかも ね国と協力しないとね。だそういう支払いがあるんで、大きな施設、一般の製品作りにも大きな、ね、施設、ね、機械が必要なわけですからね、それに置いとけると一緒に使えるということでね、非常に大きいんですよ。でそれを管理するには固定資産税とかかかりますからね、その分がなくなるということでね、民間助かるわけですよ。一緒に使えるわけですよ、ね、一般 の生活用品の、ね、生産からもね、ら軍事の開発を、だから結局日本のお金かけなくてね、回収したお金じゃなくてそこにかかる、ね、固定資産とか全部それがタダにできるわけです、国はね。それで やってもらってもいいから ね、それを間違いないでください。だから、ね、うまくそれをね広げていくんですね、その手をね、国がね。